川本本線は、かつて、国鉄バス、西日本旅客鉄道、中国 JR バスが運行していた自動車路線である。本港では、関連性の強い川本北線、音量連絡を使命として運行された特急、号の川号、銀三号及び、運行に携わっていた、中国 JR バス、川本支所についても記述する。1947年に、 岩見交通の休止路線を買収することで開業。この路線は、改正鉄道施設法において、島根県、滝原付近より、大森を経て、岩見大谷イタリール鉄道というものがあり、鉄道線の先行という使命のもとに開設された路線である。1954年以降は、広島への直通便を運行することで、鉄道線の短絡を主眼とした。 音量連絡路線としての役割を果たすことになった。1975年の山陽新幹線、博多開業の際には、新幹線の時間短縮効果を山陰地方にも波及させるべく、リクライニングシート車を使用した特急便、ゴーズ号、銀山号の運行を開始している。一方、四川区については縮小傾向となり、1970年代にライトバスと呼ばれる。 マイクロバスの導入を開始、1980年代以降は一般路線は廃止が進められた。その後、中国自動車道などの高速道路網の整備が進むにつれ、他の国鉄バスの音名連絡路線は高速道路への乗せ替えが進められた。しかし、豪大津 t 大田市へは高速道路の建設はなかったため、本路線で高速道路を利用する区間は、 広島インターチェンジと千代田インターチェンジの間にとどまり、結果的に高速道路網がなかった頃の音陽連絡路線の雰囲気を残す最後の路線となった。2003年3月には、島根県内の一般路線は全廃となり、特急、号の川号銀三号のみが運行されることになったが、これらの路線も2億円の経費に対して7000万円程度の 収入しかない赤字路線であったことから、2005年6月30日、限りで廃止された。廃止後、岩見ツアーの主催旅行という形式で、季節運行された後、2007年4月16日以降は、定期便、岩見銀3号として運行されている。島根県岩見地方東部の主要都市である、大田市と豪津市と山間部の大地群を結ぶ、主力交通機関となっていた。 また、音名連絡路線の運行も、本営業所の重要な役割となっていた。撤退後、一部の路線は、岩見交通に、それ以外の路線は、自治体が運行する代替バスに移管された。田所駅、上田所駅、岩見茨駅、八神駅は、いずれも自動車駅。撤退後も大南町 A バスの乗車券類を発売している。音名連絡特急、編集川本線。 編集、川本北線、編集音明連絡路線を受け持っていた関係から、長距離路線に対応した、リクライニングシート装備の高速車が多く配置されていたのが特徴で、1995年12月の時点では、在籍26台中11台が高速車であった。1980年代までの音明連絡便では、道路事情の関係から11メートル車で、 前後11列とした観光タイプの車両が使用されていたが道路の改修が進んだことにより12メートル車で前後10列の座席配置とした三菱エアロバスクイーンバージョンが主力となった。国鉄末期には小口貸切りに対応すべく路線車両を改造した中型貸切り車も登場していた。川本線自体は島根県内の路線であるが音量連絡特急。 高野川号、銀3号もあくまで一般路線の特急便扱いであったため、広島県内路線である高浜線ではバスカードを利用可能にする必要があった。一方で、島根県内の共通バスカードにも対応する必要があったため、中国 JR バス発行のカードについては、広島県、島根県のいずれの地区でも共通カードとして機能するように設定された。 バスジャパンハンドブック後、中国 JR バス P13 バスラマインターナショナルバス事業者訪問94中国 JR バス P45 中国 JR バス公式サイトの案内によるありがとうございます